実はね、先日レクサス NX450H プラスの動画 KTube で出したじゃないですか。でその時にレクサスの方に話を聞いたら、一番売れてるのはこの 350H だっていう風に言われたんですよね。だったらちょっと 350H 乗ってみて何が違うのか見てみようと思ったんですけど、やっぱりね、車重が200キロ違うっていうのは結構大きいかも。まあガソリンモデルと比べたら軽やかとまでは言わないけれど、向こうは本当にしっとり上質で、こっちはですね、本当になんか気軽にフレキシブルに使いやすい。やっぱりね、慣れてるハイブリッドっていうのもあるかもしれないんですけどね、そういう違いがあるんだなっていうのがよく分かりました。なのでこれが売れてるモデルなんだそうですよ。